あーにきん、お茶入ったよ。お茶？お茶お茶。おやすみマリオ。じゃないみたいだな。やめろ！やめろ！もしもし？もしもし。マリオ、とっても勇敢な騎士。そんな。私、しばらくここに隠れてていいでしょ。ね、マリオ。はいはい。ピーチーちゃん。クッパよ、さっき来た怪物たちのボス、悪いやつ。私たちの国をめちゃめちゃにしたわ。追い返して。ねえ、マリオ、追い返して。よし。マリオ、やっつけて、ぶっ飛ばして、あなたなら勝てるわ。さあ、来い。怖いよ。頑張って、マリオ。あなたなら、きっと勝てるわ。まいったな。さあ、来い。フレー、マリオ。どいて。マリオ、くそ、それらしい。助けて。頑張ったよ。離して。よー、助けて、マリオ。どこだ。マリオ、助けて。おあら、大変だ。マリオ、助けて。あら。おい、こら、出てこい、こら、戻ってこい。あー、どうかしたのか。ピーチ姫がさらわれた。ピーチ姫、なんだそれ。助けを求めてきたんだ。助け？ピーチ姫が？その続きは夢で見りゃいいさ。それにしても一体誰だろう。可愛い人だったな。ビシビシだしロクロ、爪を叩いてロクロ、テストはちょちょいとやっつけろ。あいつらが前だ。
がとう。またどうも。いらっしゃいミスエンドレス。今日はケーキを作ってやろうと思ってね。それそれは美味しいケーキには最高の材料、奥にずらっと取り揃えてありますよ。はいはい。マリオマリオ、小麦粉、バター、砂糖、卵、牛乳、クラシック。まあこれでケーキを作れっていうの。バカにしてるわ、まったく。毎度どどうしたんだよ兄貴、朝っぱらから。ピーチ姫。おい兄貴、どこで手に入れたんだこれ。臭いぞ兄貴。これはキノピオ神話に古くから伝わる幻の宝石だぜ。幻の？そうだよ、見ろよ。ほらこれだ。この石に導くところ宝の国なり。野にはエメラルドの花咲き乱れ、水辺には金のキノコ、夜にはダイヤの星が降る。すごい、うん、行こう、うん、どこで？わからん。104番で聞いてみよう。あんな、うん、ホットアイディア。あの、もしもし。いやあマリオくん、そこにいたのか。探したぞ。まあいい、今使いのものをやるからすぐ来てくれ。じゃあな。どう、わかった。うん、迎えに来るって。迎え？悪い冗談。うわ、うん、はあ、うちにはドッグフードはないよ。ひらにご容赦。このキノコの国にあんたらを呼んだのは他でもないこのわしじゃ。キノコの国？キノコの国、キノコの国だって。え、あの宝の国のキノコの国。タラッタタラッタ、ヘイ、俺たち金持ち億万長者、ヘイ。実は隣の国の亀一族にクッパという悪いダイオンがおって。クッパクッパダイヤンド、クッパクッパかっこいい。ピッチ姫に結婚を断られたのをねにもって、この国をめちゃめちゃにし姫を連れ去ったのじゃ。めちゃ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 ピッチ姫育てた。めちゃ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 ピッチ姫育てた。めちゃ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 ピッチ姫育てた。テンテレッテンテンテレッテンテンテレッ。その上クッパは魔法をかけてこの国の人々をレンガやつくしの姿に変えてしまったんじゃ。そりゃひでえ。この国の危機を救うのはあんたたちを置いて他にないんじゃよ。どうかピーチ姫を助け出しこの国の平和を取り戻してくれんかの。でもどうして俺たちなんだ。なーに、言い伝えじゃよ。東の国より双子の男来たれ。
マドロスシャッポにつなぎのズボン、マルハナギョロのちょびひげかわいい。情にもろいが金にも弱い。うんま。うんまうんま。ピーチ姫はその言い伝えを信じて、あんたたちのところへ助けを求めて行ったはずじゃが。あ！マリオ、助けて！マリオ！それで。このままでは姫はクッパと結婚させられてしまう。結婚？今度の13日の金曜日にの。ピーチ姫が結婚？許せー！クッパだかビビンパだか知らないが、勝手な真似はさせないぞ！さあ、居場所を聞こうじゃないか。ここを東にまっすぐ行けば必ずクッパのところへ行ける。だが、恐ろしい谷や森を抜け、険しい山を越え、大きな海を渡って行かねばならん。飛行機かなんかの直行便があればいいのだが。しかし、クッパを倒して魔法を解くには、三つのパワールの力を借りねばならん。三つのパワール？そうじゃ、不思議な力を持っている。キノコと花と星じゃ。キノコと花と星。だがクッパの手下によってそのキノコと花と星はバラバラに持ち去られ、魔力を封じられ、そしてどこかに隠されてしまったんじゃ。なるほど、その3つのパワールを探し出すのが先決ってわけか。よし、任しとけって。ほうほう、言ってくれるか。さすがは噂に高いマリオよ。ありがとう。お安い御用。さあ行くぜルイージ。ギャラはたんまりもらえるでしょうね。金貨でよければあちこち埋もれているはずじゃ。好きなだけ持って行ってくれ。うわぁ、さすが兄さん、任しときな。金貨は全部掘り出してみせるぜ。それさあ、きびだんご行きなさい。しっかり道案内を頼んだぞ。あ、幸運は祈る。ドキドキドキドゥイン、メロメロ。食べたいな。それにチキンとハンバーガー、うなぎ天ぷら、親子丼、カレーピラフにスパゲッティ、プリン、クレープ、チョコパフェ、焼き鳥、枝豆、冷ややっこ。あ、うわぁ、この勝手に人のイメージ横取りしやがって。ゲッポ。もうますます腹減ったな。おっ、ハハ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 ハ
いだけだ。おい、しっかりしろ、ルイージ。こりゃ泣き虫だけだ。よし、もう一度笑いだけを食わせりゃプラスマイナスゼロで元に戻るはずだな。それ。ほら、えっ。だけだった。なんだこの野郎、なんだこの野郎。ああ、だいった。すなわち登るきゃない。登る、あれは三つのパワールの一つ、真実のキノコに違いない。よし、you
くださってありがとうございます。私はピーチ姫の次女のキノピオです。ピーチ姫の、さあみんなお礼を。マリオ様、どうぞこのスーパーキノコを持って行ってください。これがあのパワールの。そしてどうか一刻も早くピーチ姫を助けてください。行けばいいのやらとシアンにくれておるところです。東へ行くにはいくつかコースがございまして、道草コース、お昼寝コース、花園コースなどいろいろ取り揃えてございますですよ。花園コースだって？はい、美しい花咲き乱れ、香りも豊かな最上級コースでありやすです。花園コース、宝探しコースってのも作ってほしいもんだね。ひょっとしたらその花園にパワールの花があるかもしれない。よし決めた。この輝き、このしとやかさ、あー最高だな。昼寝でもしていこう。お楽し
君はこれからさ。雷とともに雨季が去り、夏の訪れとともに長い冬眠から覚めるのだ。お前たち、そいつらを思いっきり突っつけ。やだよ、やだよ、来るなよ。わしの花畑を荒らす奴らはこうなるのだ。おちげ、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 もはやこれまでか。よいしょって言って、こな、ほらほら、来るぞ、よし、それ、わせわせわせ、じゃーん、いいぞいいぞ、へへへへ、よしよしよし、いいぞ、あら、あら、
ぜ、今度こそはしくじるな。おい、来た。え、どうした。金庫だ。おい、マリオ、こっちにたくさん落ちてるぜ。うわぁ、ウヒョ、見ろ、ずっと奥まで金だ。わぁ、あっ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 、行こう、金貨だ、金貨だ。うん、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 なんで、すごいぞ。ん、あ、あ、あ、これは金キラの本物だ。俺たち金庫を掘り当てたんだ。助けに行かにゃならんのだ。そういえば今夜がピーチ姫とクッパ大王様との結婚式、さぞかし盛大な式典になることでしょう。これで俺たちもがっぽり褒美がもらえるよな。何、うん、この野郎もったけほう。このハンマーブロスは斧使いの名人でね、変な気は起こさん方がいいですね。まあせいぜいそっから海を眺めて暮らすかってすな。待ってくれ。おの、ついつい金貨に目がくらんだばっかりに、ああピーチ姫、私はバカでした。お許しください。すげえすげえ、どうせ一生かかっても追いつくないね。バカだれ。ああピーチ姫。それとも…やめて。誰があんたなんかと結婚すると言ったの。絶対嫌よ。でも私はあなたを誰よりも…その…あ、愛しておるのですよ、ピーチちゃん。本当に愛しているなら、私をこんなひどい目に遭わせるはずがないわ。ねえ、ピーチちゃん、お願い、そんな顔しないでご機嫌直して。じゃあ、変身ごっこしよう。何か面白いものに変身して。そんな結婚式の準備しなくちゃなんないのに。いやーピーチ、変身ごっこしなきゃ嫌。いやー、わかったピーチちゃんのためなら。じゃあポケロに変身して。ポケロ、ポケロ、わー素敵。じゃあ今度はブチモッタ。ブチモンタ、素敵。今度分かな。ねえ、今度は小さくて可愛いものがいいわ。小さくて可愛いもの。そうね、子グマのぬいぐるみなんかどう。私大好きなの。あ、わかりました、わかりました。ぬいぐるみと。じゃあ可愛い。さあ捕まえたわ。なれちゃん、ごめんね。でもこうするより仕方なかったの。その手には乗りませんよ、ピーチちゃん。まあ、もう、うん、わしから逃げるなんてバカなことは考えないことですね。ふん、何よ、もうすぐマリオが助けに来てくれるわ。あんたなんかコテンパンに乗されちゃうわよ。マリオは来ませんよ。来るわ、きっと来るわよ。さっきね、わしの手下から連絡があったんですよ。そのマリオって男を捕まえたってね。残念ですね。え、嘘よ。そんなことを言って私諦めさせようとして嘘をついてもダメよ。まあ信じようと信じまいと勝手ですけど、
私と結婚することだけは本当ですからね。ではそんなの嫌。マリオ早く来て。うるさいな、今忙しいんだよ。シッ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 。んうわぁ、うわぁ、うわぁ、君たちは好きなようにしなさい。私はここで十分に満足しておる。の姫、ぷちゅぷちゅぷちゅ。あれ、あらららら、いやぁ、どうも、いやぁ、ふれふれ。Thank you.
兄貴、白だ。ん？お月様だ。あれ変だな。確か結婚式は満月の夜だったはずだが。え？うん。とうとう来たか。ピーチ姫、今こそ助けに参りますぞ。通りかじいっぱい。うわ、泉だよ。おもかじ。ペタ、はあ、こんなもんかな。食べる。はい、じゃあ仕上げにね。綺麗じゃ綺麗じゃ。どうですか出来栄えは。もういい加減にして。付き合ってらんないわ。ピーチちゃん、待ってたよ。はい、甘い嫁のお席。いや。早速婚礼の式典始める。ああ、マリオ、やっぱりあなたは捕まったのね。私、どうしたらいいの？クッパ大王様、何はピーチ姫を妻とし、末永く愛し、亀一族繁栄のために尽くすことを誓いますか。もちろんや。ピーチ姫、何はクッパ大王様を追ってとし、末永く亀一族の繁栄のために愛を捧げることを誓いますか。誓うと思うね、ピーチちゃん。ピーチちゃん、ピーチちゃん、ピーチちゃんたら、黙ってないで何とか言ってお願い。それだけ？もっとなんか言うの、嬉しそうに。いや、嬉しい。うわ、嬉しいとな。ピーチ、どれほどこの時を待ちわびていたことか。そうだろう、でもそうだろう。とうとう助けに来てくれたのね、マリオ。そうともそうとも、助けにた。あ、マリオ、大王様、変な船がやってきます。マリオ、ここよ、ここよ。こにゃくな、宇宙出せ。めでたい結婚式を
こんなつもりじゃ。さっさと引っ捕らえてこい。指揮は赤ずのまで行う。来い司祭。マリオ。ピーチ姫。助けてマリオ。ピーチ姫。あ、おお、まだ、まだでも。抜け道。エンゲージリングの交換をどうぞ。ピーチちゃん、指輪をどうぞ。あ、かわいいおてて。なにこれ。ちょっと大きすぎたから。でも腕輪の方が愛情が大きいということで。いや、こんなの。ごめん、怒んないで。すぐ作り直してくるから。あれ、なんだ。離れろ。よし。
マリオ、よっしゃ、おっとマリオふりかけ、いやーこれ大好きなった、うまいうまい、危ないマリオ、あーどうだ、お星が星が、さあとどめを刺してやるか、お願いマリオ、これ以上責めないで、あなたの言うことなら何でも聞くわ、だからマリオ、あなたのお嫁さんになるわ、だからだから、私の花嫁になるとな、ダメだピーチ姫、そんなことを知ってはだからお願い、ダメですな、やつはパワールのキノコと花を飲んだ、このまま生かしておくと私にとって花だ都合が悪いことになる、兄貴、こんなとこにいたの？ほら、星が落ちてたよ。星、すぐ靴に放り込んでくれ。星を？ん？あの野郎。早く。いいけど、あんまりうまそうじゃないぜ。星。おお！思い知ったか、マリオめ、すりつぶしてくれるわ。どうだ、どうだ、どうだ。どうだ、どうだ、どうだ。姫、マリオ、ピーチ姫ご無事で、おのれマリオめ、さあ来いクッパ、参りましたです、マリオ、やったぜ兄貴、マリオ、やっぱりあなたは素敵な勇者私の家に来た時落としていったんですよ、そうだったの、ありがとう、これ生まれた時からずっと肌身離さずつけていた大切なものなの、んどういつかきっとこのブローチと同じブローチを持った素敵な王子様が現れるんですって、同じブローチ、あれ、おい、確かうちの店に来ると同じブローチあったよな、ないピーチ姫、ご安心ください。このマリオがきっとそのブローチを探し出してみせます。あら？お？あ？私は隣のフラワー国の王子ハルです、あなたがハル王子様、姫をお迎えに上がる途中不覚にもクッパの魔法で犬に変えられてしまいました、すると姫の婚約者ってのは、マリオ、ルイージ、ありがとう、あなた方は私たちの恩人、誠の勇者です、マリオ、お、マリオ、しっかりしてマリオ、マリオ、姫が幸せになれて嬉しいっすよ、マリオ、ありがとう、マリオ、ルイージ、ずっといてほ
しいのに。いや、店のこともありますし。あなたたちがいなくなるととっても寂しくなるわ。なに、また悪い奴らにやられるようなことがあったら助けに来ますよ。な、ルイージ。さあ、行くぞ、ルイージ。さようなら。マリオ、ルイージ、元気でな。本物の勇気とは、まことの愛から生まれるものなのじゃろう。それがパワール。勇者の印じゃよ、マリオ。おいしいアップルパイを作ろうと思ってね。それはそれは奥にいい材料が揃ってますよ。はいはい、小麦粉にリンゴにバターにミルクね。はい、おまじ